はいいつも北朝鮮向けラジオ放送潮風を応援してくださりありがとうございます、えー、特定視聴者問題調査会幹事長本村でございます、えー、その潮風はですね、えー、つい先週5月25日ですねあのー、松江市ですね島根県松江市において共同公開収録、えー、政府がやっているふるさとの風と、えー、我々のやっている潮風と共同で 公開収録をやりましょうとこれはまあ年に四半期に1回ぐらい地方を回ってですね公開収録をやってるんですがそれが島根県松江市で開催されましたで島根県はね、えー、と非常に熱心で、まあ、これあの県も自治体もそうなんですが、まあ、もちろん地元の、えー、で活動する皆さんもとっても熱心で、まあ、何より日本の地形の中でねとっても北朝鮮に近いと。 えーまあ、上陸事案とかねあるいはあの漂着船、えー、なんかもたくさんあるしもちろん松本京子さんはじめ拉致被害者拉致の可能性のある方複数いらっしゃる地域なんで、えー、割とまあ認識が高いんですねでそういう人たちがまあ懸命にやっていてですね、えー、安来市とかですね増田市いろんな地域でこの公開収録をやってほしいという意見がありましたで複数回やってる県っていうのは島根県だけなんですね で松江で開催するにあたってですね、まあ、大体あのご当地のゆるキャラなんかを子どもたちの応援大体地元の中高生に出ていただくんですけどもその子たちの応援なんかに呼ぶんですが今回ちょっとスケジュールが合わずですねどうしようかなと思っていたらですねなんとその前の益田市の開催の時に出ていただいた。 岩見神楽というね、いわゆる島根県の伝統芸能ですね。えー、ま、神様と鬼が出てきてですね。まあ、しかも山田のおろちがこう出てくるというね。これ、あの、写真ちょっとね、持ってきたんで、まあ、後でこう出てくると思うんですが、その皆さんが、えー、増田市から松江まで、結構かかるんですよ、何時間も。えー、駆けつけてくれてですね。で、今回ちょっと時間を、じゃあ、うせなら作ろうということで、えー、短く、 えー、その岩見神楽のほんの一端なんですけども披露させていただいたんですねもう2体のオロチがわーって出てきてですね、まあ、鬼と神様が戦うというような、まあ、そういうシーンだったんですが、まあ、あの松江の人たちも、えー、非常に、えー、関心が高かったですね、まあ、皆さん知っていると言ってで岩見神楽の皆さんに聞いてみるとやっぱこっちの方でも松江の方でもね、えー、こういう公演はいつもやってるんですよという話を聞いたんですが 何よりもねこの方たちこの方たちとの出会いはですねでその前にやったス田、えー、で開催した公開収録の際に我々、ね、あの石見空港といって日本列島山口県の方に入るんですけど、えー、西側のね えー、島根県だともう本当に西側の空港を利用してたんですね。で、そこで、えっ、ー、と、降りてた時に、えー、空港のロビー出たところで、まあ、こんなね、まあ、その岩見神楽の皆さんたちが、えー、観光客相手にね、いろいろこうアピール活動をしていたんですよ。で、おぉ、これはすごいなと思って、僕も初めて見たんで、えー、ちょっと話を聞きたいと思ってね、えー、話しかけてみると、 ああいうのってこう喋っちゃダメなんですね。<laughs> 喋っちゃダメで、ああ、そうかーつって、話わかるんですかっ,っダメ。分かってんじゃないかみたいな話になるんですけど、えー、ちょっと休憩の間にね、話を聞いてみるとですね、やっぱあの、えー、島根県で増田市で、そこでいなくなった増田ひろみちゃんっていう特定踪者の方がいるんですけど、その方のことをご存知で、で、今日、実は今日じゃないな、あ、翌日か、僕たちあの、松田の、 グラントワというところでこの北朝鮮向けのラジオ放送のね、講、えー、演をやるんですよとっていう話をしたんですよ。で、ぜひこの岩見神楽の皆さん、そのステージに出てくれませんかっていきなりスカウトですよ。出てくれませんかと言ったんですよ。そしたらですね、えー、まあ分かったというものの半信半疑だったんでしょうね。で、僕らはまあそのまま会場ってリハーサルするんですが、一応あの名刺を渡して携帯の番号も書いたのを渡しておいたら、 電話かかってきたんですよ。ぜひやらせていただきたいという話だったんですね。で、その時はその、えー、お話をしてくれた炭川さんって方なんですけど、その方が、えー、と、鬼の衣装を着てね、岩見神楽の鬼の衣装を着て、で、えー、ご当地の、えー、高校生の えー、合唱団の皆さんの応援に来るという体で石見神楽の方が来てくれましたと言うんで頑張れということをやってくれて、まあ、その時はとても盛り上がったんですがやっぱりね拉致問題に非常に熱心だったということが幸いするんですけど僕に話を持ってこられた時駅でいきなりそんなこと言われてねこいつ詐欺師じゃねえかと思ったって言ってんですよまあ怪しいこんな怪しいやついるかと思って、まあ、ネットで調べたんですって。 そうしたらあらああ本物だわあの人しかも周りにはあのチーム潮風でね、まあ、例えば皆さんもご存知サヤとかね、えー、桂木奈美とか、まあ、宇佐美由美子とかこう大和とかい,いたわけですよ一緒に。とみんなその人たちのことも全部調べたつったらみんなそういう活動をやってると「こりゃ本物だ!」と思って「ぜひやらなきゃ!」っていうのを後からその、えー、ステージに来てもらった時に話を聞いてみんなで大笑いしたんですけど。 まあ、あの、気持ちが通じればですね、やっぱりいろいろそういうのね、あの、お手伝いしてくれるんですよね。みんなやっぱそういう気持ちがあるからこそ、えー、地元でね、そういう活動もやってる方たちなんで、そこに拉致というものが、まあ、加わるとね、あやっぱり自分たちの地元でもそういうことが起きていた、起きているのは知っていたけど、もっと詳しいことが知れるんなら、何とかお手伝いしたいと。 自分たちが役に立つなと本当に言ってくれてですね、まあ、しかも会場がまた盛り上がるということで、えー、今回の松江でもお力をお借りできたということで非常にいい会になりましたもうお客さんもね300人近く入ってくれてですねあのー、この公開収録は、えー、と今度7月の27日、えー、と宮城県の仙台市で行いますあのいろんなところでね告知してるんで、まあ、お近くの方ぜひ え、事前申し込みでね、1ヶ月ぐらい前になったら、あの、申し込みできると思うんで、会場に来ていただいて、これね、みんな来た人が、感動したよーつって、え、泣いたよーっていう人がね、本当多くってね、帰り、僕らもあの、皆さんたちね、帰るときにこう、あの、握手をするんですけど、言ってくれる方が本当多いんです。あの、普通のラ致チの集会とは全く違います。あの、難しい話をきて、うーんとね、未間に世話を寄せてね、これはいかんっていう、ではなくて、 みんなで声を出して歌を歌ってそれを収録したものを潮風やふるさとの風で放送するとそれを北朝鮮の、えー、で囚らわれた日本人の方たちに聞いていただいて希望の光となろうとそれから僕らがやってるこの潮風ね、えー、ふるさとの風がどんなラジオ放送なのか今の北朝鮮がねどんなん反応をしているのかというようなことも会場でお話をしたりするんでぜひね お近くの方、えー、会場に来ていいいたただきたいと思います次、7月仙台ですからでまあ、あのー、そのね公開収録に、まあ、今回ね来れなかった、えー、宇佐美由美子、えー、僕らは弓、ま、姉、あ、というふうに言っていてですねまあ、演歌歌手でありながら北海道で活躍する中で、えー、非常に北朝鮮拉致に関心を持っている。で このね、番組と同じタイトルで僕はあの、ラジオ放送をやっていて、これ札幌のラジオ局でやっているんですが、まあ、あの、今あの、スマホで、えっ、ー、と、アプリを入れると全国で聞けちゃうんで、えー、毎週土曜日の夜9時、えー、辰仁美姉の俺がやらなきゃ誰がやるという番組で、まあ、大半の時間は、まあ、笑ってんですよ。まあ、あの、自治ネタを使って、えー、最近だとね、あの、皆さんよくご存知のあの、極太のタイヤ履いて、 バッテリー積んでいて、こう、焦がなくてもすごい進むね。あの、パワー自転車。で僕らも脱法チャリって言うんですけど、えー、普通あの、アシスト自転車ってあ,あるじゃないですか。普通、あの、お母さんたちがよく乗ってね。えー、子供なんかをもう、あの、幼稚園に送るなんか使ってるね。あれのもっとパワー版ですよ。だから本来ならばもう、原動付き自転車に匹敵するぐらいの力がありながら、ナンバーもなくて、 ウィンカーもなくてヘルメットもかぶらないでで歩道も走るし信号無視もするっていうので、ね、多分皆さん自分の地域でね「あいるいる」っつってもう多分お分かりだと思うんですがまあそんな話をしたりして、えー、いう番組をやってますでもちろんそこでは拉致被害者の話必ず15分は、えー、毎週やらせていただいて、えー、その北朝鮮向けラジオの潮風でうん直接訴えるね家族の皆さんの声を その番組に流してるんですね。で、その相方を、えー、その、宇佐美ゆ美子さんね、ゆみねに勤めていただいてるんですが、えー、なんとそのゆみねの声が全く出なくなっちゃったんです。えー、先週の放送は僕一人やりました。で、今週もちょっとね、無理なんで、 あの、その辺に歩いてる人ちょっと連れてくるんで、ぜひみんなき聞いてください。あの、そういう手でやっておりますんでね。えっ、ー、と、ちょっとね、弓稲の回復がね、なんで、ももしよかったら皆さんで、ね、番組聞いていただいて、あの、YouTube でもあの、えー、公開するんでね、あの、コメント、弓稲の励ましのコメントいただけると、ご存知の方はね、ぜひよろしくお願いします。本人相当落ち込んでいてですね、もう私歌えないかもしれないと言って、えー、本当、 まあね、泣いてね、大変だったんですね。あの落ち着かせるのにね。まあもちろん病院も通ってるし、あのいろんな人に話を聞いてみると、やっぱ回復皆さんされて、ちょっと苦労されてる方も結構いらっしゃったりするんで、間違いなく治ると思うんですが、今ちょっとそういう兆しがね、まだ見えてないんで、本人も非常に落ち込んでるんで、ぜひね、皆さん、あの、励ましてのね、えー、Facebook も彼女もやってるし、僕のとこでもいいし、あの本当 YouTube でもいいしね、あの、X でもいいんで、ぜひ、 応援してあげてください。で、まあね、彼女がいない中で公開収録をまあ終えてですね、えー、まあもう一つ今、あの僕らがやっているクラウドファンディング。あの、これはまあ今持ってきているこれチラシでね、あのちゃんとテロップで出していただけると思うんですけど、今年これ4回目になるんです、このクラウドファンディング。で、 もう一回目、二回目、三回目とですね、750万、980万、そして去年はもう1000万を超えるというね、えー、毎年毎年、あの、本当支援の輪が広がって、えー、僕らとしては非常にいい形。しかも去年はですね、えー、支援者の年齢層が50代、60代が今まで一番多かったのが、10代、20代が一番多くなるというね、 えこれまであの若手の皆さんね若年層の皆さんに拉致問題の、えー、啓発がとってもやりにくいというのはもうこれ永遠のテーマみたいに言われてたんですけど実際にクラウドファンディングでねこれお金集めるって結構ハードルが高いんですよね。えー、最低でも1000円からなんでそういうね人たちが一番多かったんですね。 でそれで1000万を超えるということをクリアできたんで、よし今年もまあこれね今年もっつっても本当はこんなこと毎年毎年恒例のようにやってちゃいけないんですよ。もう今年で終わりにするという思いでやらなきゃいけないし、また今年もやりますなんつってやれる話は本当ないのよくわかってるんですよ。ただ、えー、毎年毎年ず金額が上がって ってるんですね、この放送をやるのに。もちろん番組の強化をするために放送時間を増やしたりするので値段が上がるケースもあったりするんですけど、えー、昨年の実績で今月額324万9500円。あ、325万4900円だ。ごめんなさい。お金払って放送やってます。毎月です。で、これをね、やっぱり年間通してやるには相当お金集めなきゃいけないんです。 で、今回も、このね、クラウドファンディング、これはあの、うちの幹事のあの、金子が作ったね、えー、これはもう、調査会で出してるチラシです。これも同じように。これもね、こっちもあの、QR コードが出てるんで、あの、後でこうこう出してもらうと QR コードが映るんで、そこ行ってもらうとすぐ支援ができるんですけど、まあ、とにかくお金集めるのが大変で、 えー、年間4000万近く、やっぱりこの潮風で必要になってしまうんですね。で、もちろん政府からもちゃんとお金をいただいてます。えー、政府からも支援を受けた上でも、えー、全額それで賄うことは残念ながらできてないんですね。で、民間の皆さんから集めるということをやらざるを得なくて、今回も、えー、この、え、クラファンを成功させるのは、770万円集めなきゃいけないんです。これは、潮風の1ヶ月の放送 ×2。 2ヶ月分です。2ヶ月分の送信費用、えぇ、ー、770万。えー、これはあの、クラファン会社に払う手数料も入ってます。えー、それも入って770万です。それをクリアすれば、丸々2ヶ月分の潮風の送信費用を、えー、確保することができるんですね。どうかあの、これね、あの、何回もやられていく方、本当にありがたいし、 えーともうねあのみんな大変の中でちょっとずつお金を出してくれてるんでたくさん広げる1000円でもいいからたくさんの人たちにこの存在を知っていただくというような、えー、拡散を皆さんたちやっていた,いただけると本当に助かりますあのうちのこのクラファンってね毎年毎年あの初めて知りました今回もね3割はまあ今のげ現時点で3割の人は初めて知りましたんですよ だからね、まだまだね、知ってもらう余地あるんですよ。だから、あの、いろんな SNS 使ってね、いろんなハッシュタグつけて、で、たくさんの人に見てもらえるように、まずちょっとでも引っかかって、どっかで見てもらえば、まあ、例えば横田めぐみちゃんのお母さんのね、北朝鮮に向けの呼びかけの、今、あの、YouTube でも CM やってます。えー、そういうのもね、あの、見ていただければ、えー、と思う方いらっしゃるし、えっ、ー、と、ま、こういったね、チャンネルアジャとかね、 僕あの、虎ノムニュースにも出たりして告知をさせてもらったりしてるんで、どうか皆さんね、これあの、拡散するのにご協力ください。そしてまあ、ね、これまであの、支援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。で、これからね、支援,支援をしてくれてえ、しようと思ってる方も、ぜひよろしくお願いします。あの、拉致会社にね、この放送を届けること、この希望の光を届けることを、絶対止めちゃいけない。 ここれはもう間違いなく言えることです。本当にもう二度と見捨てられたという思いをさせてはいけないと希望の光を届けようということで、えー、僕らも本当全力を振り注いでもうこの19年間やり続けてきてるんですね、えー、お金がないからできませんなんて到底言える話ではない、えー、話ではないのでどうか皆さんねこの動画ご支援を本当によろしくお願いいたします